こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、お隣の半島のお話だ。最初は、創作だらけの韓国ドラマの裏側を紹介しよう。それマジで言ってるの？韓国ドラマ好きとしてはショックだわ。まあまあ落ち着いて聞いてみてくれ。韓国ドラマの特徴といえば華やかな衣装や、派手な戦闘シーンだよな。日本のドラマとちょっと雰囲気が違って面白いのよ。ああ、今から紹介する3つのドラマでも、こうしたシーンはよく出てくる。しかし、実はドラマで描かれる内容の大部分が、フィクションだと明らかになってきたんだぜ。信じられないけど本当かな。正直、がっかり感が半端ないわ。まあ聞いてくれ。例えば役者たちが身につける色鮮やかな衣装だ。見るだけで楽しめるカラフルな衣装は、韓国ドラマの見どころの一つだよな。しかし近年の研究で、当時はそんなカラフルな服を着ていなかったと判明したんだよ。これについては後で触れることにするぜ。わかったわ。他にも、派手なアクションの戦闘シーンは大部分が空想なんだ。それに、ストーリーを盛り上げるために必要以上に美化して描かれていることも多い。史実を紐解いてみると、実は登場人物が悲惨な末路を辿っていたってこともよくあるんだぜ。ドラマだから仕方ないとはいえ、ちょっと残念なのは確かね。それでは、これから具体例を挙げて説明していこう。韓国ドラマファンの人たちは、くれぐれもがっかりしすぎないよう注意してくれよ。心して聞くわ。最初に紹介するファンジには、2006年に韓国 KBS で制作された時代劇だ。16世紀の李氏朝鮮第11代国王中宗の時代に実在した女性、ファンジニが主人公だな。彼女はキーセンという歌や踊りで生活する職業で、差別や偏見に負けずに生きた姿を描いているぞ。豪華な衣装や装飾品をつけたキーセンたちの美しさも話題になったんだ。韓国ドラマの綺麗な衣装って見応えがあるのよね。それから役者たちの演技力も見どころで、特に主演のハ・ジボンはハマり役だったぜ。かなり評価が高いドラマみたいね。主人公のジニは貴族である父親とキーセンの母親の間に生まれ、彼女自身もキーセンとなることを運命づけられていた。一度は寺に預けられるが、才能を開花させて運命的に母と同じ道へ足を踏み入れるんだ。ライバルとの確執や秘伝を経て、真の芸の道を極めていくというあらすじだぞ。キーセンは日本でいう舞妓さんみたいな感じかな？カラフルなチマチョゴリが素敵ね。確かにイメージとしては近いかもしれないが、舞妓とキーセンは似て非なるものだ。一概には言えないが、日本の芸者と娼婦が合体したようなものだと思っておいてくれ。なんとなく理解したわ。そんなキーセンの衣装の美しさは、放映当時から話題だったみたいだ。まるでファッションショーさながらの豪華さだぜ。ただし、さっきも触れたが衣装については史実とは少し異なる。そうなのね。というのも、当時の朝鮮では白が高貴な色とされていた。だから普段着は基本白い服を着ていたんだよ。着物を染める技術がなかったの？あるにはあったんだが、あまり重要視されていなかったんだ。ただ、晴れ着や上流階級の衣装なんかは、豪華なこともあったそうだ。そんな事情があったのか。それと夢を壊したら悪いんだが、全体的に創作が入っているみたいだ。むしろほぼファンタジーと言っていいレベルだな。そんな。まさかファンジには架空の人物じゃないわよね？架空じゃないが伝説的な人ではあったみたいだぞ。公式文書に名前があるわけじゃなく、庶民の伝承の中で伝わっていたんだよ。だからドラマの内容としては、ほぼほぼファンタジーと思った方がいいかもだぜ。さすがにドラマの見方が変わっちゃいそう。伝承だと彼女はケソンの生まれで、本名はチン・ミョンゴル。母親もキーセンだったのはドラマと同じだな。そこは安心したわ。それでキーセンって具体的に何をしてたの？ドラマでのファンジには芸術家のイメージだけど、史実だとちょっと違うかもな。どちらかといえば、宴会の接待料みたいな感じだったようだぞ。国家の行事や、他国からの使節団が来た時に宴会が開かれるだろ？するとキーセンが呼ばれて、歌や踊りで出席者を楽しませたんだ。宴会の後はそのままお客さんの宿舎へ送られて、いわゆる夜の相手をすることもあったんだぜ。ああ、なんとなくイメージできてきたわ。さらにキーセンは3つのランクに分かれていた。一番上がイルペ、次がイペ、そして一番下がサムペと呼ばれたんだよ。それってどう違ったの？まずイルペは、キーセンになるための学校を卒業した女性たち。彼女らは主に宮中で働くことになる。次にイペは、街で暮らしながらこっそり売春する者たち。そしてサムペは完全な娼婦を指していたらしい。そしたらドラマに出てくるキーセンたちは、一番上のランクのイルペに当たるのかな？そういうことだな。続いて、2013年韓国 MBC 制作のドラマ気候号だ。舞台は14世紀、高麗から元の宮廷へと継いだ一人の女性が皇后に上り詰める時代劇だな。主演はファンジニと同じくハジボンで、実際の気候号の生涯を元にした物語なんだ。原画舞台ってことは韓国じゃなくて中国大陸よね？そうだな。朝鮮半島以外が舞台の韓国ドラマは珍しくて、
そこも話題になったみたいだぞ。高麗で生まれて他国の皇后になるという、成り上がりストーリーの面白さも魅力なんだぜ。主役の紀皇后は実際にいたのよね？ああ。婚女として現役、元朝最後の皇帝である順帝都権テムルの皇后となった実在の人物だ。その婚女っていうのは何なの？婚女っていうのは、簡単に言うと高麗から元の皇帝に献上された女性たちのことだ。女性を献上ってなかなかの人権無視っぷりね。まあ昔の話だから見逃してくれ。婚女の対象は主に13歳から16歳までの女性で、皇帝に献上されて王室の下女や側室として働いた。貴族や高官にめとられたりすることもあったようだな。元が遊牧民の国家なのは知ってるよな？モンゴルの遊牧民が中国を支配したのよね。そうそう。遊牧民には、同族婚を嫌って部族の外から妻をめとる伝統があったんだ。それが婚女の元になったと言われているぞ。高麗側の記録によれば婚女の要求は50回もあって、150人以上の女性が献上されたらしい。へえ、取られる方からすればなかなか屈辱ね。婚女を出すために一時的に婚姻を禁止したり、娘を出した家に報酬を与えたりもしていたんだよ。それでも婚女の数が足りずに、先民の妻や娘を無理やり徴収することもあったんだぜ。そんなひどい仕組みだったのね。そうして元に渡った後、宮廷で給仕をするうちに順帝の寵愛を受けたんだ。すでに順帝にはダナシリ皇后という妃がいて、紀皇后はたびたび嫌がらせを受けたらしい。正皇后になると王子やゆるしりだらを産み、皇太子の聖母として絶大な権力を持ったんだぜ。まさにドラマチックな人生してるわね。高麗での騎士一族はもともと貧しかったんだが、彼女が皇太子を産んだと聞いて大騒ぎになった。そしてみんな権力者として振る舞うようになったんだよ。高麗の恭敏王はこれに憤り、ついに騎士一族を粛清してしまったんだ。いや、えげつないわ。調子に乗って粛清されたら世話ないわね。しかし紀皇后はこれに激怒して、仇を取るよう順帝に頼んで軍を差し向けたんだ。高麗は元の属国だったからな。あらら、とんでもなく揉め出したじゃない。ところが元軍は高麗に反撃されて逃げ帰り、紀皇后は面目丸つぶれになったんだぜ。もう無茶苦茶だわ。それにしても紀皇后は無理やり婚女にされたのに、よく頑張ったわね。一見そう思えるんだが、元の側から見ると若干事情が違うみたいだぞ。どういうこと？学者の中には、高麗が率先して婚女を献上していたという人もいるんだよ。ええ？それはちょっと話が違ってくるわね。主人である元に対するご機嫌取りとして、自ら婚女を献上してたってことだな。さらに婚女がお偉いさんとお近づきになったり、あわよくば結婚できるってメリットもあった。そうなれば紀皇后の一族みたいに、高麗で権力を持つことができるってわけだぜ。はい、その視点はなかったわ。そんなわけで紀皇后に関しても、元での評判はあまり良くなかったんだ。そもそも王族と婚女の婚姻は認められてなくて、順帝が紀皇后を妃とするのに反対な人も多かった。そこを順帝はご利用しで皇后に迎えたんだが、結局はその代で元が滅亡してしまうんだぜ。確かにそうよね。だからモンゴルでは、紀皇后のせいで元が滅んだと考えられているんだよ。実際のところ婚女皇后に迎えたことで王室に内乱の種をまいた部分もあっただろうしな。そうなると単純に悲劇のヒロインとは言えないわ。そういえばどうして元は滅んだの？元を滅ぼしたのは明の初代皇帝になった朱元璋。明の建国後、25万という大軍で元の大都に攻め込んだんだ。順帝は都を逃れ、内モンゴルの王将で再起を図ることになる。中国史ではこれを元の滅亡として、以降は北元と呼んで区別しているんだぜ。ほえ、なんかあっけなかったわね。そうかもな。結局その後明の追撃を受けて、北元も滅亡することになるんだよ。あらら、それで紀皇后はどうなっちゃったの？紀皇后は順帝が大都を逃れた時に一緒に逃げ出した。そして北元で皇太后となったんだけど、その後どうして亡くなったかははっきりしないんだ。一説では明の捕虜になったとも言われているが、真相は謎のままだな。気になるところね。最後は2003年韓国 MBC 制作のドラマ宮廷女官チャングムの誓いだ。日本でも話題になったから、知ってる人も多いんじゃないかと思うぜ。確かに聞き覚えあるわ。物語は宮廷の料理人だった主人公チャングムが、国王の主治医となって活躍するまでを描いている。これも、李氏朝鮮第11代国王中宗の時代が舞台のドラマだな。主人公は実在の人なの？ああ。中宗実録という記録に、チャングムという異女のことが記されている。彼女が主治医として中宗を診察したという内容が、いくつか見られるんだ。実は王の主治医を女性が務めるのは、当時はとても珍しいことだったんだよ。へえ、仕事ができる女医さんが想像できるわね。中宗はチャングムを信頼していて、男性医師から非難されても、構わずチャングムに治療を頼んだんだぜ。脈を取ったり診察したり、薬を処方するという重要な業務まで全て彼女に担当させたらしい。それはかなりの信頼度だわ。
王様の医者なんて信用がないと任せられないしね。暗殺の危険とかもあるからな。チャングムはその功績から、大腸痕という損傷を与えられたとも言われるんだ。そして民衆の間で伝説になったとか、そういう感じかしら？いや、そういうわけじゃない。ん？ってことは文書に名前があるだけなの？実はそうなんだよ。チャングムはファンジニア気候号とは違って、中層実録にある数量の記録でしか確認できない。実は宮廷女官チャングムの誓いは、この断片から想像を膨らませた架空の物語なんだぜ。そうだったの？ああ。これは脚本を担当したキム・ヨンヨン氏が、ちゃんとインタビューで話しているぞ。キム氏が言うには王朝実録に記されたこと以外は 100% 私の想像ですということらしい。まあドラマの面白さに変わりはないしね。ただ、ドラマにはいくつかおかしな点があることも知られているんだ。例えば、チャングムが体が弱った中層にサムゲタンを作る場面がある。しかし実はチャングムの時代には、サムゲタンなんて存在していなかったんだ。ちょっと待って、どういうこと？サムゲタンは鶏肉の煮込み料理なんだが、当時朝鮮半島では鶏肉は普及していなかった。サムゲタンは、日本統治時代に初めて誕生した料理なんだよ。まさか鶏肉がないとは盲点だったわ。また、ドラマに出てくる衣装だが、宮廷服であればあれくらい豪華でもおかしくない。なるほどね。さらに当時の衣装は卑しい職業とされていて、官婦と呼ばれる奴隷たちの仕事だったんだよ。だから、チャングムみたいに高い身分を与えられるなんて実際にはありえなかったんだぜ。ああ、もうお腹いっぱいだわ。ダメ押しで申し訳ないが、彼女が料理人だった記録も一切存在していないぞ。だからドラマの前半は完全なフィクションってことになる。そもそも当時の厨房での仕事はかなり重労働で、男性の役目だったんだ。本来女性がするはずなかったってことか。そうだな。火を焚いたり井戸水を汲んだりと、とにかくきつい仕事だったんだぜ。普通の娘さんにはできなそうね。ドラマが放映されて以降、料理上手な人がチャングムと呼ばれるようになったんだけど、史実と違ったって聞くとちょっとがっかりだよな。確かにね。とはいえチャングムがいたのは本当だ。彼女の最後を想像すると、ちょっと面白い事実が浮かび上がってくる。面白い事実って？1544年11月15日の中層が亡くなった日、中層は55歳で長いこと病に伏し、死期が近いと噂されていた。日暮れ頃、チャングムが部屋の外に出て中層が危篤だと告げ、それからしばらくして王様は亡くなったんだ。ご愁傷様だわ。これでチャングムに関する文章は終わるんだが、次の代の人相の記録には彼女の名前が出てこない。このことから、中層の死を防げなかった罪でチャングムが処刑されたって説があるんだぜ。病気なんだからどうしようもないじゃない。ああ、実際に王様の死が近いのは明らかだったしな。だから、むしろ逆に処罰されなかったのではないかと考える人もいるんだよ。そもそも中層がチャングムを信頼していたことは、記録から明らかだ。それに、異女であるにもかかわらず名前が残るほどの人物が処刑されたとすれば、間違いなく何か書いてあるはずだ。確かにそうだわ。ということは？つまり記録がないことこそが、チャングムが無事だったという証拠ってわけだぜ。それを裏付ける事実として、次の代の王となった瞑想の頃に、治療を失敗した医者が投獄されたという記録がある。やっぱり治療に失敗したら普通は罰を受けるのね。ますますチャングムは無事だった可能性が高いわ。ドラマのファンとしてはそう思いたいところだな。結局真相は闇の中だけど、いろいろ想像できるのは楽しいわね。突然だが霊夢、中国4000年の歴史って文言に聞き覚えはあるか？もちろん。もしかして、それが嘘って話？いや、その中国4000年よりも昔に、アジアに国があったという話だ。というわけで、朝鮮の起源にして、嘘かまことか5000年の歴史を持つ人類最古の国、ダンクン朝鮮と熊から生まれたダンクンのお話だ。情報量が多すぎてわけわからないわ。盛りすぎたしくじり設定のオンパレードに注目だぞ。まずは朝鮮民族の始祖ダンクンと、ダンクン朝鮮について説明していこう。よろしく頼むわ。ダンクン朝鮮は、ダンクンが紀元前2333年に建国したとされる国だ。朝鮮半島の歴史の起源とも言われているぞ。言われている？なんか微妙な言い方だけど、そこは今は触れないでおこう。朝鮮半島では、紀元前2333年を元年とするダンクン起源を定め、1961年まで西暦と併用していた。これは今でも一部の人々に使用されているんだ。あんまり聞いたことない小読みね。ダンクンは行程が即位した50年後に平壌城に都を移し、朝鮮と名前を付けたと言われる。行程は中国の伝説上の皇帝だな。そしてその後、彼は1500年以上にわたって朝鮮を治めたんだ。ん？一人で1500年以上って計算間違ってない？まあそこは置いといて先に進もう。周の武王がこの地に騎士という院の王族を派遣すると、彼に王位を譲って山の神となった。
寒暖古記という文献によると、段君朝鮮は47代続いた王朝なんだ。そりゃかなり長いわね。そんな段君だが、この名前は段国の君主という立場を表していて、本名は王権と言うんだよ。段君の存在は、かつて高麗時代に成立した三国遺事という書物に初めて登場する。それによれば段君は寛因という神の子寛勇と、遊女という女性の間に生まれたと伝えられている。遊女が気になるわ。段君の伝説は次のようなものだ。ある時、寛因の子である寛勇が人間界に興味を持った。そのため寛因は天賦院という特別なお守りを与え、寛勇を3000人の部下と共に地上に遣わした。そして寛勇は太白山の頂上にある神壇樹の下に降り、神氏という国を建てた。その後は人間の地を360年以上統治した。スケール感バグっちゃう。寛勇が人間界で暮らすある日、穴に住む虎と熊が人間になりたいと寛勇に願った。すると寛勇は2匹にヨモギとニンニクを与え、100日間太陽の光を見なければ人間になれると告げた。引きこもってろってことかしら？2匹はこの試練を受けたが、虎は途中で諦めたので人間になれなかった。ところが熊は諦めず、21日目に女性の姿遊女となった。しかし彼女には結婚相手が見つからなかったので、再び寛勇に頼んだ。すると寛勇は人の姿に変身し、彼女と結婚して一人の子供をもうけた。その子供は王権と名付けられ、後に段君となった。これが段君の出生の伝説とされているんだぜ。熊が女の人になって結婚したってことか。彼は朝鮮半島の統一を成し遂げ、国を栄えさせたと言われている。三国遺事によれば1500年以上にわたって朝鮮を治め、岸朝鮮に国を譲った後は山の神になったんだ。唐突だけど神話っぽいからよしとしましょうか。さて、この段君神話には、結構過激な批判が寄せられているんだぜ。次はそれを紹介していこう。わかったわ。韓国の中学歴史教科書の段君のページを見ると、神話ではなく本当にあったこととして扱われているものも多い。例えば、ある教科書の国家の成立の章を見てみよう。一体どんな感じなのかしら。そこには段君の肖像画とともに、次のように書かれている。満州遼寧地方と韓半島西北地方には族長が治める多くの部族が現れた。段君はこれらの部族を統合して古朝鮮を建国した。段君の古朝鮮の建国は、我が国の歴史がとても古いことを物語る。本当に歴史上の事実みたいに書かれてるわ。神話の史の字もないし。そうだよな。こうした歴史教科書では、段君朝鮮が5000年前にできた国とされているんだ。ちなみに、中国で考古学上確認された最も古い王朝は殷だが、その殷ですら3700年前。つまり段君朝鮮こそが、世界最古の王朝になってしまうんだぜ。いや、さすがにまずくない？中国では殷の後に周という国ができ、殷は滅ぼされた。そして周の武王は朝鮮の地に殷の王族だった騎士という人物を送り込み、統治を任せたんだ。すると段君は騎士に王位を譲った後、山の神になったとされるぞ。山の神ねえ。もしかしてここも史実扱い？かもな。それだけ長く国を統治しているのに、中国から人が来るとあっさり去るのも疑問が残る。確かにそうね。戦ったわけでもなさそうだし。さらに段君は、1908歳まで生きたとされるんだ。韓国や北朝鮮の学者によると、段君即位の年は紀元前2333年。つまり4300年以上前になるんだよ。朝鮮ではこの4300年という長さから、半万年の歴史という表現が使われているぞ。半万年って聞き慣れないわね。半万年は1万の半分つまり5000年ということだが、さすがに4300年を繰り上げて5000年というのは無理があるという人もいる。例えば日本でも戦時中に紀元2600年が祝われ、式典が行われたのは有名だよな。この紀元2600年を繰り上げて紀元3000年と書いてみれば、その無理ありさがわかるかもしれないぞ。さすがに盛りすぎね。段君朝鮮の歴史が5000年前に遡るとすれば、中国の黄河文明やエジプト文明、メソポタミア文明よりも古いことになる。これは要するに、朝鮮文明は世界四大文明よりも古いと主張することを意味するんだよ。そのメンツに参戦するやつ初めて見たわ。繰り返すが中国最古の殷王朝が3700年前で、その前にあったとされる夏王朝ですら3900年前だ。そのため段君朝鮮がそれより1000年以上前にあったという主張は、さすがにまともな学会では、相手にされてないんだぜ。残念ながら当然としか言えないわね。さっきも出てきたが、中国で伝説上の皇帝とされる行帝という人物がいる。段君神話では、段君は行帝が即位した50年後に平壌に遷都して朝鮮を建国したとされるんだ。なんか微妙な年数ね。何か意味があるのかしら？こうしてあえて50年遅くしたところが時代主義。つまり長いものには巻かれろって考え方だと捉えることもできるんだよ。気遣いというか忖度というか、
そして、この点を毛嫌いしたのが北朝鮮のキム・イルソンだ。彼にしてみれば、中国を立てる姿勢に我慢がならなかったようだな。わがままなんだから。しかし朝鮮という国名の由来からして、朝貢戦争つまり中国への貢ぎ物が少ないという意味の侮蔑的な名前という説もある。そうなると、建国神話で中国への気遣いを見せるのも当然かもな。そんなわけで談君神話は、韓国と北朝鮮のいさかいの種になっているようだ。どこまで喧嘩すんのよ。談君については、他にも疑問が呈されている。例えば日本であれば、国の始まりから神武天皇の建国までの物語があり、そこから現在まで歴史が続いているとされている。はいはい。世界最古の単一王朝ってやつね。一方で談君朝鮮は完全に滅亡している。滅亡のきっかけは、中国から派遣された騎士。つまり騎士が来てからの歴史は、漢民族に占領された歴史ということになるんだ。そのため談君朝鮮が実在したとしても、本当に朝鮮の起源と言えるのかは疑問だろうな。確かに中国人に乗っ取られちゃってるし。また、談君誕生時のエピソードで熊と虎が出てくるが、二頭に与えるのはヨモギとニンニク。ところが、実は当時の朝鮮にはニンニクがなかったんだ。こういう細部からも、ただの神話である可能性は高いだろうと言われるぞ。ええ、これは盲点だったわね。他には作者の問題がある。作者の問題ってどういうこと？例えば日本神話が書かれているのは、日本書紀や古事記。これらは基本的に、誰が書いたかはわからない。そこには神話の成立から時間が経ちすぎたせいで建国の話が散逸してしまい、どれが正しいかわからないって事情があったんだ。そのため地域ごとに伝承された神話をまとめ上げ、文字に書き起こしたものが古事記や日本書紀になる。つまりこれらの神話に作者はいないってことだぜ。まあそうよね。編集してまとめた人はいても、誰が作ったっていうのはないみたいね。一方で談君神話を見てみよう。この神話が書かれた最も古い資料は、三国遺事という文献。書かれたのは13世紀高麗時代だとわかっているんだよ。ちなみに三国というのは、当時の百済と新羅と高句麗のことを指す。三国遺事というのは、この三国の正史に採用されなかった話という意味だ。この書物の作者は、高麗の禅宗の僧侶だということがわかっている。お坊さんが書いたのね。なんか意外な気もするわ。さらには年代的な問題もあるぞ。古事記や日本書紀の成立が1300年前なのに比べ、三国遺事はわずか800年程度だ。しかも作者がいるとなれば、信憑性はほとんどないと言っていいんだよ。確かに創作の可能性が高くなってきたわね。さらに三国遺事には、談君神話について、別の中国の文献から引用してあると書かれているが、不思議なことに元の文献にはその記述がないんだ。このことからも、談君神話が創作であることは間違いないだろうな。あちゃー。ここまで来たらもう確定かしら。また韓国の歴史教科書では、奴隷制についても示唆されている。龍山リボという遺跡の建設年代を測定したところ、5069年前という結果が出たというんだ。何それ、聞いたことないぐらい古いわね。世紀の大発見すぎるでしょ。ちなみに測定方法は電子スピン共鳴法という、やや怪しげな響きの手法が使われているが、この方法の詳細は公開されていないぜ。怪しすぎるでしょ。ともかく、龍山リボの建設年代は談君の時代ということにされた。そして、これについて次のように書かれたんだ。人類社会の最初の階級国家は、奴隷所有者の国家であった。しかし、最初の階級国家の発生は、一定の階級的支配の必須的手段として暴力装置がなければならない。ふんふん。それを国家の主要な構成要素として、形成されるまでの一定の期間、支配階級の利益を保障するような暴力機構としての特権を行使できる特権的地位を占める者が、いなければならないと言われている。要するに、当時特権的な立場を持っていた者こそが、奴隷主だったということだ。奴隷ってなかなかやばいわね。また、奴隷主によって強制された、奴隷純創生についても書かれているぞ。これは奴隷主が亡くなった後、奴隷たちも一緒に埋められる制度を指すんだ。巻き添えぐすぎる。つまりは、これらの奴隷制度を背景に生まれたのが朝鮮だったということだな。奴隷制度を背景に生まれた国。ある時北朝鮮の首都平壌の近くで、高句麗時代の古墳として談君のものとされる墓を発見。これを知ったキム・イルソンは、当然大切に保存するかと思いきや違った。嫌な予感がするんだけど、なんと彼は、この墓をより立派に作り変えようと考えたらしいんだ。ようやく見つかった自分たちの始祖の墓なのにだぞ。ええー、軽率に遺跡を建て替えないで。それもコンクリート製で一辺が50メートル、高さ22メートルというものだ。その上ピラミッドのような形状で、スフィンクスやオベリスクといったエジプト文明を彷彿とさせるもので飾られている。これにはさすがに悪趣味という人も多いんだぜ。残念だけど 100% 同感だわ。さすがにしくじりとしか思えない談君神話だが、
実は韓国のほとんどの歴史家は、ダン君が神話だと認めているんだ。例えば次のような感じだな。天帝の息子である韓流が人間になることに、成功した遊女と結婚してダン君を産んだという記録は歴史ではなく神話です。神話はそれが創作された理由があり、その理由を見つけるのが歴史家の使命です。へえ、なんかちょっと安心しちゃったわ。とまあ現在の韓国の歴史家たちは決して、ダン君神話が現実の出来事だと言っているわけじゃない。ただし長年教科書で史実として教えられたことで、専門家以外には信じる人もいるようだぞ。結構聞く話ね。また、北朝鮮では少し事情が違う。キム一族は当初、ダン君神話を迷信だとして軽蔑していたらしい。ところがその後は意見を翻し、自分たち一族がダン君神話を継ぐものであると、何としてでも広めようとしているんだぜ。手のひらくるっくるしないでもらえる？さらにダン君神話が成立した理由として、当時の朝鮮の歴史的な事情があった。日本のある歴史学者は、ダン君神話創作の意図を次のように考察しているぞ。三国遺事が書かれた13世紀後半というのは、ちょうど朝鮮半島がモンゴル人の支配下に入った時期。それまで30年の間に6回もモンゴル軍に高麗全土を荒らされていた。その間に、高麗王と政府は、高麗島に逃げ込んでいた。高麗の大使の息子はフビライの王女と結婚し、これ以後、代々の高麗王の息子はモンゴルの王女と結婚して皇帝の側近となりモンゴル風の生活をした。高麗は実質的には、モンゴル帝国の一地方になり下がった。こうした中、食料や毛皮あるいは人間まで様々なものが収奪されても文句一つ言えなかった。そうした惨めな状況から、朝鮮の民族主義を鼓舞する意図があった。つまり当時は朝鮮民族が、モンゴル帝国に支配されちゃってたって話？そういうことだな。例えば王族がモンゴル王女との結婚を強制されたり、食料や人を差し出すよう命令されていたんだ。こうした状況への反発から、朝鮮民族が団結するための拠り所としてダン君の建国神話が必要とされたってわけだぜ。俺たちこんなすごい民族だぞってことね。また、ダン君神話の有効の背景には、1930年代に活動した民族主義ジャーナリストの影響があったとも言われている。彼は日本に対抗して朝鮮の民族主義を盛り上げるため、かなり強引な活動を行ったみたいなんだ。その流れが戦後にも尾を引いていたのかもな。なるほどねー。最後に付け加えると、一見めちゃくちゃに見えるダン君神話だが、世界レベルで見るとそこまでおかしいわけでもない。そもそも民族主義のために神話を利用するのは、世界中どこの国でもあることだしな。ああ、確かにいろいろありそうね。そしてダン君神話の内容についても、熊や虎が出てくる荒唐無稽なものに見えるが、神話として見ればよくあるパターンなんだよ。そうなの？ああ、有名なのはモンゴルの神話、神が生み出した青き狼とその妻の白き鹿だ。この夫婦が産んだ子が、モンゴル民族の祖先になったという内容は、今でもモンゴル人にとっての民族的な拠り所だぜ。ほえー、じゃあありがちな話だったのね。ああ、日本神話にもいろんな動物が登場するしな。海の神の娘がサメでしたなんて話もあったり。熊になった娘といい勝負ね。ちなみに動物から祖先が生まれたという神話は、十祖神話と呼ばれるぞ。朝鮮のダン君神話も、あくまでこうしたパターンのうちの一つだったんだよ。そや目から鱗だわ。そんな感じで批判も多いダン君神話だけど、今ではほぼ神話で確定って見解みたいだな。結構ややこしい事情があったのね。韓国ドラマが好きな霊夢ならわかるかもしれないが、韓国ドラマには謹慎ネタが多いよな。確かに韓国ドラマって、謹慎ネタとか失笑の秘密ネタが多いのよね。気になってたから解説が楽しみだわ。というわけで韓国ドラマでなぜか多い謹慎ネタと、その原因となった結婚事情のお話だ。しくじりとしか思えない、昔の乱れすぎた結婚観にも注目だ。それでは行くぜ。朝鮮半島の人々は、昔から儒教の教えを厳しく守っていた。例えば中流階級以上の女性は、外出時に頭から覆う服を着たり腰に乗って、顔を他人に見られないようにしていたんだ。ちょっと面倒な習慣ね。さらに家は外出と内室にきっちり分けられ、男性は外出、女性は内室にいる決まりだったんだ。しかも、男性は用がなければ内室に出入りすらしなかったんだ。また、親しい友人同士でも妻のことはお互いに紹介しなかったらしい。え？さすがに親しい人には紹介した方が良くない？結構価値観が違うよな。だがこうした厳しい年功序列社会にもかかわらず、道徳は乱れまくっていた。例えば妻を家の中に隠していながら、同意の上での不貞行為が行われていた。さらには性的暴行も多かったんだ。不貞行為に暴行ってヤバすぎるでしょ。奥さんを知り合いに紹介もせず閉じ込めてるのに、不倫なんてできるの？そこはあまり関係なかったみたいだな。なぜなら不貞行為をする間男は、女装して腰に乗り内室まで潜り込んでいたんだ。しかもわざわざ家の外に女性用の履物を置き、
カムフラージュまでする用意周到さだぞ。そこまでしてたの？女性同士の訪問なら普通のことだからな。要するに女性が他人に顔を見せない習慣を利用して、不倫バレを逃れていたわけだ。よくそんなこと思いつくわね。一方で、児童たちは乱りに内室を覗くな。内室は夫人が座するところと、毎日朗読していたらしいぞ。勉強が全く活かされてない。次に朝鮮半島の不思議なしきたり、抑制を紹介しよう。その抑制って何なの？朝鮮半島にかつてあった風習で早婚の一種だな。早婚って？早婚は晩婚の対義語で若いうちに結婚することだ。どれくらい若いかは文化によるけど、抑制の場合は10歳にもならないうちにだぞ。ちょっと若すぎない？そんな早くに嫁いだら親御さんが心配しちゃうわよ。実はその辺は関係ないんだぜ。なぜなら息子を持つ親が女の子を養女として育て、成長したら息子の嫁にする制度だからだよ。それすごいわね。でもなんでまたそんなことするの？正確にはわからないが、よく言われる理由は二つだ。婚姻費用の節約と、嫁姑の間の葛藤を未然に防止することだな。ん？節約はわかるけど嫁姑の葛藤って何のこと？おそらくだけど性的虐待だと思うぞ。なぜなら早婚の風習がある国、例えばインドなんかにもその問題があるからだ。少女が虐待されるってこと？ああ、インドの場合は普通の早婚、つまり若いうちに夫の家に嫁ぐことだけどな。その嫁ぎ先の兄や父からの性的虐待被害が結構報告されているんだよ。ひどい話ね。小さいのにかわいそうすぎるわ。だからそうした問題を解決するために、幼い頃から家族として育てるってことじゃないかな。なるほど。ちょっと理解できたわ。その抑制は朝鮮半島にしかなかったの？少なくとも東アジアの国々、つまり中国や日本には存在しないみたいだ。中国では嫁を買うのが習慣だったけど、抑制ならそういう出費はいらないしな。へえ、確かに賢いやり方なのかもね。育てる費用はかかるけどメリットもありそう。ところでいつの時代の話？朝鮮王朝の頃からと考えられているぞ。当時の朝鮮は民の属国で、未婚女性を貢ぎ物として差し出すよう求められていた。この女性たちのことを婚女と呼ぶんだ。当時の朝鮮王朝は婚女を国内で調達することで、国内の未婚女性がいなくなることに困っていた。その影響で早婚傾向になったと言われているんだ。もしかして奪われる前に結婚させちゃおうって考えたの？そういうことだ。そして、こうした早婚傾向は形を変えて残ったと考えられる。それが上流階級では娘婿制、そして下流では抑制になったってわけなんだぜ。ほえー、中国の属国って立場が関係してたのね。それにしても朝鮮王朝からしたら迷惑な話だわ。そうだよな。ともかく抑制を含む早婚の風習は、朝鮮王朝が滅んだ後もまだ残っていた。そのうちだんだんと減っていって、1930年代頃までには消滅したと言われているぜ。ちなみにネット上で韓国の人を指して言われる、近親相関による遺伝子異常説があるよな。そんなのあるの？ああ。その原因の一つは、抑制を初めて見た日本人だと言われているんだぜ。兄弟のはずがいつの間にか夫婦になっててびっくりしたってこと？そうそう。まあ諸説あるうちの一つだけどな。また、夫婦関係に関しても変わった習慣があった。1894年出版の朝鮮雑記という本がある。当時の朝鮮半島の風習を記録した本だ。著者は本間久助という20代の青年で、21歳の時に朝鮮半島を旅したんだぜ。へえ、それでどんなことが書いてあるの？主に男女の夫婦関係について書かれてある部分を紹介しよう。まず当時朝鮮にいた将棋の話だ。将棋って何？歌や踊りなどの芸を得意とする売春婦のこと。著者によると、なんと朝鮮半島の将棋はほぼ間違いなく誰かの妻か愛人だったという。ええ？でも売春が仕事だって言ってなかった？言ったぞ。普通に考えればおかしいけど、当時の朝鮮ではそれが通常営業。むしろ誰かの妻か愛人でなければ将棋ができなかったんだ。ちょっとどういうことなのかわからないわ。なんと彼女らは夫が生活する金を稼ぐために売春をしていたらしい。そして夫の方は自らの手で妻に客を呼んだ。つまり客引きをしていたんだ。はぁ、それって奥さんに売春させて、その稼ぎで暮らしてたってこと？そういうこと。まあ金のない貧しい人たちの話だとは思うけどな。にしても儒教社会と思えない倫理観のなさね。奥さんの方もよくオッケー出したもんだわ。もう一つびっくりな話がある。男たちが知人の家を訪ねる時のことだ。なんと著者が言うには、金を払えばそこの妻や愛人と一夜を過ごせたんだよ。いやいやいや、何を言ってるのかわからないわ。普通の家が風俗店みたいになってたわけ？その通りだな。どうやら当時の朝鮮半島ではごく普通だったらしい。信じられないんですけど。でもそんなこと奥さんが許すわけなくない？いや、なんとしっかり夫婦間での合意の上でのことだったんだ。
1ヶ月で10円前後の儲けになったって話だぞ。当時の貨幣価値がよくわからないが、ちょっとしたお金にはなったんじゃないか。海を渡っただけなのに価値観が違いすぎるわ。確かにな。ついでに言うと日本から渡って物を売り買いする商人たちもこの風習に従っていたそうだ。何ちゃっかりやっちゃってんのよ。ともかく、それほど女性は男性の所有物という考えが強かったんだろう。ちなみに、同じく当時半島を旅した西洋人女性がいたのを知ってるか？イザベラ・バードという人なんだが、旅する彼女を見て半島の人々は夫に大事にされていないのか？と心配したそうだ。自分たちが変って一切思ってなさそう。まさしく価値観の違いだな。当時は当たり前のことだったんだろう。そこまで女性の地位が低かったとは驚きだわ。次に韓国の独特な結婚観の謎を解説していこう。韓国では同じ性同士の結婚を避ける風潮があるのは知ってるか？そうなの？全く知らなかったわ。韓国人の知り合いがいないとピンとこないかもな。それにしても同じ性なんてたくさんいるのに一体どうして？これは昔からの習慣なんだよ。例えば以前に俳優のソン・ジュンギさんとソン・ヘヨさんが結婚を発表した時には、同性だから結婚できないのではないかという論争が巻き起こったぞ。二人ともソンさんだからってことね。ああ。こんな感じで同性同本同士の婚姻を避けるのが、韓国での習慣なんだ。ん？同性はわかるけど同本って何なの？始祖の出身地を意味する本願が同じってことで、韓国の戸籍制度では大きな意味を持っているんだ。例えばクムヘを本願とするキメキムシは、韓国で最も人数が多い氏族集団なんだぜ。日本の名字よりも細かく分かれてるのね。そういうこと。一応補足すると、本願は中国や日本でも昔は存在した。日本では大法律令の制定と一緒に本願の制度が入り、しばらくのうちは機能していたらしいな。へえ、なんか歴史の需要を思い出すわ。韓国に話を戻すと、こうした同性同本同士の婚姻は以前は民法で禁じられていたんだ。さすがに色々不都合が出て改正されたが、今でも根強い習慣が残っているんだぜ。なら今はもう自由に誰とでも結婚してもいいのね。さすがに誰とでもってわけにはいかない。合計8親等以内の親族とは婚姻が禁じられているぞ。日本の民法だと直系でない4親等以内だから、かなり違うのがわかるよな。つまり韓国だと日本より遠い親戚まで結婚が禁じられてるってことでいい？そうそう。だから韓国だといとこ同士の婚姻が法律で禁じられていることになるし、実際に恋愛感情も抱かないのが普通だそうだ。恋人を親のところに連れて行くとあれは家族だからと言われ、初めて結婚できないと知ることもあるみたいだぞ。ほえー、日本だといとこ同士の結婚はあるわよね。珍しいのは確かだけどな。他にも韓国に帰化したパキスタン人の男性が、妻のビザ発行を拒否された事件があったんだ。実はこの夫婦はいとこ同士だったんだよ。なるほど。パキスタンだと問題なかったけど、ってことね。そういうこと。まあそんな感じで同性同本同士の婚姻に関しては、禁止ではないけどするべきではないっていうのが韓国での一般的な感覚なんだ。ちょっとめんどくさい気もするわねー。実際には、8親等離れた親族の DNA 一致率は 0.78125% という小ささ。科学的には完全に他人と言っていいんだぜ。そう聞くとさすがにやりすぎにも思えるわね。それにしても、なんでまたそんな習慣ができちゃったのかしら？少し歴史を遡って経緯を見てみようか。そもそも遠い昔の朝鮮半島では、近親婚が禁じられるどころかむしろ推奨されていた。新羅時代の話だな。そうなの？実はそうなんだよ。当時の王族や貴族の間では、近親婚が大っぴらに行われていたんだ。わかりやすい例は韓国ドラマの孫独女王で、新羅27代女王の一代記をドラマにしたものだな。近親相姦がストーリーの根幹にある面白い物語だぞ。それだけ聞くとえ？ってなるわね。同じくドラマチョンチテフは高麗時代が舞台で、いとこ婚やイボ兄弟婚が出てくるんだ。なんでまた昔は近親婚が普通だったの？新羅時代は地方の豪族勢力を支配するために、近親婚によって氏族の結束を高めようとしたんだよ。さらに高麗時代には一族の繁栄や権力を守るために、過度な近親婚が加速していくんだ。高麗王朝では全部で63件の近親婚、10件以上の異母兄弟姉妹の婚姻があったんだぜ。かなりの近親婚ブームね。王族の血になるべく他の氏族のものが混じらないようにしていたんだよ。近親婚で純粋な血統を維持すればするほど、特定の親族だけに財産が集中してお得だからな。余計な相続問題が起こりにくいわけだ。へえ、現代のいいとこの家でもありそうね。だろうな。さて、実は近親婚の禁止にはもう一つ理由があった。それは高麗王朝の宗主国となった元王朝なんだ。元王朝がどうかしたの？高麗の近親婚は、元王朝から野蛮な風習として馬鹿にされていたんだよ。13世紀になって元が高麗の宗主国になると、
第24代王の巡行大王の長男ワンゴがクビライスへ娘である皇嗣と婚姻を結ぶ。属国である高麗との結びつきを強めるためだ。ふむふむ。しかし高麗王朝の近親婚制度の下では属外婚となり、正室にはなれない。これに元王朝が強く非難し、高麗の婚姻制度を変えろと圧力をかけてきたんだぜ。うわぁ、親分からの命令なら逆らえないわね。そういうことだな。要するに元王朝皇帝の娘が高麗王に嫁ぐにあたり、合法的に地位を得るためという理由だったんだよ。結構自分勝手だったわ。そうだよな。さらに時代が朝鮮王朝時代に入ると、儒教文化が半島に入ってくる。その影響で、儒教で定めた範囲内の近親婚は良くないという考え方になってきたんだ。儒教で定めた範囲って？それがつまり八神道までってやつだな。その中での婚姻は近親婚であって、儒教に基づいた道徳観とか倫理観に反するという価値観が優位になってきたんだぜ。ようやく流れが変わってきたわ。根拠としては遺伝的疾患リスクの回避がある。はいはい。遺伝的疾患って言うと、確かヨーロッパのどこかの王族のやつね。スペインのハプスブルク家だな。話を戻すぞ。朝鮮王朝時代を通じ、近親婚禁止の習慣は固まっていったと思われる。当時の法にはかなり過激な刑罰があったようだ。例えば近親王冠者は公私刑、近親相冠者は斬死刑、そして同姓同本婚の夫婦は棒叩き刑の後に離婚させられるって感じだな。いやいや普通に死罪じゃない？怖すぎるでしょ。確かにかなりきつい罰に思えるよな。さらに大韓民国が建国された後は、婚姻できない親族の範囲がさらに広がった。そしてそれまで王族や一部の貴族だけのものだった、同姓同本同士の婚姻禁止が法律で定められたんだ。それにしてもえらい極端な話ね。近親婚しまくってた反動みたいなもんかしら。詳しくはわからないけど、狭い範囲で近親婚する社会は未開社会だって考え方が影響したという説もあるぞ。ともかくこうして同姓同本同士の婚姻が、完全に禁止されてしまったわけだ。ところが普通に考えて結婚できない範囲が広すぎた。そのために許されぬ恋も生まれてしまったんだよ。ああ、恋人同士になってから実は同姓同本だって気づいたのね。それはやるせないわ。そうだよな。しかも自ら命を絶つ人が出るなど、困った事態になってきたんだ。ええ？それはちょっとヤバくない？ああ、さすがに社会的にもヤバいだろってことになった。そして1997年には、ついに同姓同本同士の婚姻を禁じる民法について憲法違反とする判決が出たんだ。その後は2005年の民法改正により、この面倒な法律が改正されたってわけだよ。結構時間がかかっちゃったのね。それまでに不幸になった人はかわいそう。しかも法律がなくなったはいいものの、タブー視する風潮は未だに残っているんだ。八神道以内婚姻禁止もそのままってこと？そうそう。だが最近はそうした議論も盛んだぞ。2022年には韓国政府が、結婚生活後に判明した場合や海外で結婚した場合なら認めると発表したらしい。政府もちょっと譲歩してくれたのね。さすがに八神道以内婚姻禁止なんて、世界でも例がなくてたまに話題になるみたいだ。そんな感じで最初の話に戻るけど、韓国ドラマに近親ネタがよく出てくるのもこの風変わりな結婚観が原因と考えられるんだぜ。かなり昔からの習慣が影響してることがわかったわ。ああ、韓国人にしてみれば、あるあるネタみたいなものかもしれないな。それは納得ね。お次は意外と知られていない、王朝時代の朝鮮半島で行われていた残酷系のお話だ。あら、朝鮮半島っていうのが意外なところね。残酷系が好きなのは何も中国だけじゃない。むしろ中国には存在しないような、一風変わった残酷系が流行していたんだよ。血が騒ぐわ。それでは行くぜ。まず最初に紹介するのは乱情だ。乱情は受刑者を木枠に縛り付け、つま先を何度も叩くというシンプルな刑罰。やり方は両足の親指を結んだ後、木を二つのすねの間に立てて足を上にぶら下げ、あとはひたすらつま先を叩くだけだぜ。う？足の指を机にぶつけた痛みを思い出すわ。あまりにもわかりやすい系だが、つま先がすべて剥がれて落ちることもあったと言われる残酷系だ。もちろんそうなってしまうと、一生まともに歩くのに苦労することになるだろう。一説には体の部位を選ばず打っていたという話もあるが、実際にはつま先だけを狙っていたというのが正しいみたいだぞ。なんでそこ狙おうと思ったか問い詰めたいところね。これは主に盗賊を罰するための刑罰だったが、政治犯を尋問するためにも使われたんだ。受刑者に与える苦痛の大きさから、拷問として使われることも多く、反逆事件に関与した者には、かなりの確率で適用されたんだ。ところがあまりに致死率が高いことから、後に禁止されてしまうんだぜ。ってことはそれだけ効果的だったってことかも。初めて乱情を禁じたのは第四代王の正装で、残虐すぎるのでむやみに行わないように定められた。詳しい理由としては、
中央や地方の管理が盗賊を尋問する際に乱銃を使うと、早く自白させたいがためむやみに叩きすぎ、そのせいで命を奪うこともあると聞いたかららしい。ただのつま先の痛みに人がそんなに弱かったとはね。しかしそれからかなり後になっても、乱銃でつま先が落ち、膝が腐ったものがひどく多いとか、足を乱銃してつま先がすべて落ちたなどの記録が見られるので、やはり禁止の効果があったとは言えなそうだぜ。みんなこっそりやってたのね。確かに簡単でコスパが良さそうな刑罰ではあるわ。1733年になるとさすがに乱銃の執行はご法度になり、公式の場からは姿を消したんだ。そして、これを犯す者には重い罰が課されたんだよ。逆に執行する方が罰を食らっちゃったのね。1770年に第21代王の英祖は、盗賊に乱銃を執行するのを永久に禁じるよう命じた。理由の一つとして、この刑を発症した党でももはや行われず、盗賊を罰する執行人の楽しみのための刑罰に過ぎないからだそうだぜ。楽しみのためってつまり鬱憤を晴らしてたってこと？そりゃひどい話だわ。続いて紹介するのは友字だ。友字は濡れた紙を一枚ずつ顔に乗せ、窒息状態にする刑罰で、試験の不正行為や儒教の教えに反した罪、または死刑として使用されたぞ。特徴としては事故死に見せかけるのが簡単だったため、家紋に恥をかかせた家族を名誉死させるために、多用されたと考えられているんだ。怖すぎるでしょ、家族にそんなことされたら逃げようがないわ。韓国語には、どうしようもないという意味の友字という言葉があるが、その語源となったとされているようだな。ふん。つまり逃れようがない刑罰ってことかしら。具体的なやり方としては、水を塗った漢詩を数枚ずつ顔に重ねる。するとそれが次第に鼻や口を塞ぎ、受刑者は悲鳴も上げられずに窒息してしまうというわけだ。この刑罰は非常に残酷だが手軽だったため、誰かを密かに始末するのに重宝されたぜ。確かに紙なら証拠隠滅も簡単だわ。かつてカトリック信仰が家紋の災いだった時代には、カトリックを信じる子供が信仰を捨てなければ家の柱に縛り、顔に水に濡れた漢詩を密着させ、何枚も重ねて窒息死させたらしい。乾いて息が吸えるようになると、再び水で濡らして息をできなくさせるのを繰り返しながら、一度にではなく徐々に命を奪っていったんだ。自分の子供にそんなえぐいことしてたってマジなの？ああ。1860年のクリスチャン迫害の際には、フランス宣教師9人が捕まって処刑されたが、その時に使われたのもこの刑だったんだ。カトリック側の記録には殉教当時、彼は顔を漢詩で覆ったまま水をかけることで、息が詰まって死なせる白紙し、別名友字の刑罰を受けた。無意識のうちに舌を出して紙に穴を開けると、兵士たちがその穴を塞いで窒息させたと書かれているからな。どうやらマジみたいだわ。派手さがないのが逆に恐ろしい刑罰ね。続いて紹介するのは囚牢だ。囚牢とは朝鮮半島ではかなりポピュラーな刑罰で、じわじわと足を破壊することから拷問としても使われたぜ。どうも刑罰と拷問の区別が曖昧だったみたいね。もともとは中国大陸から渡ってきたものと言われるが、中国ではあまり見られず、逆に朝鮮で大流行することになったんだ。ちなみにお隣の日本では、どの時代にも存在しなかったため、まさに朝鮮固有の刑罰と言えるだろうな。ほえー。ちなみにどんな刑罰なの？やり方にはいくつかのパターンがあって、例えば両膝と両足の親指を縛り付け、その間に2本の太い棒を通し、骨が弓のように曲がるまで反対方向に引っ張る。また、両足の指を一束にして縛って間に太い棒を通し、二人が両方の膝に結んだ紐を反対方向へ引っ張って、両膝がくっつくまで少しずつ近づける。また、同じように腕に対して行って、腕の骨を脱臼させるなどのやり方があったらしい。とにかく骨を曲げる刑罰だったのね。この刑罰は簡単に骨を破壊できたが、実際にはそこまでやるのは控えられていたようだ。理由としては、刑罰の途中で骨折すると治療しなければならないが、曲げただけならしばらく休ませれば拷問を再開できるからな。効率的な拷問のために、骨は折らない方が都合が良かったんだと思うぜ。なるほど。破壊すればいいってもんじゃないわけか。ちなみに、手慣れた執行者なら骨を曲がるようにして押さえつけることができたそうだが、経験の浅い初心者がやると即座に骨が折れ、血とともに骨髄が飛び出してしまったんだ。えぐー。ちなみに李氏朝鮮の末期に、当時フランスから来た宣教師が、囚牢の公開処刑の様子を記録しているぞ。それによるとこんな感じだ。棒の使い道は囚牢の刑罰を与えることにあった。執行人たちは囚人の足の内側に棒を挟み、体重をすべて棒の片側にかけた。囚人が続けざまに出す叫び声は、聞いていて実に凄惨なものだった。足の骨が砕けて潰れる音が聞こえると同時に、痛さを表現する声も囚人の凄絶な悲鳴も止まった。淡々と記録してるのが怖いわ。
全身縛られた状態であるにかかわらず、上体を起こした慶州はほとんど座った姿勢になった。顔には死人のように全く血の気がなく、唇は固く閉じられて、一つの細い真っ青な線になっている。両目は白目を向いており、額からは冷たい汗が雨のように滴り落ちていた。首が力なく垂れ、体がだらりと地面に伸びた。リアルすぎて鳥肌立つわね。気絶した囚人は、ややあって意識を取り戻した。力なく首を左右に揺すりながらうめき声を出し、その場に身を横たえている執行人らは、囚人の腕の骨と肋骨を次々と折ったとこんな感じだ。ひえ？もう勘弁してもらえるかしら？囚牢は日本統治時代になると欧米先進国に知れ渡り、あまりの残酷さから批判を受けて禁止となったんだ。そのため現在は行われていないが、韓国時代劇などでたびたび登場するため、今でもそれなりの知名度があるようだな。そう言われると見覚えある気もするわね。続いて紹介するのは上殺、一言で言えば蒸し焼きだな。温度の高い部屋に閉じ込め、そのまま徐々に命を奪う残酷刑だ。朝鮮史上では大変重い刑罰とされ、王朝時代に第14代王戦その子である栄翔大君が、上殺で命を奪われたことが知られているぜ。そんな身分の高い人にも執行された刑罰なのね。そうだな。栄翔大君は戦祖が54歳の時に生まれた末子かつ唯一の嫡出子、つまり正当な跡継ぎだ。彼が生まれると嫡流の後継者を望んでいた戦祖は、次男の後海君の代わりに栄翔大君を後継ぎにしようと考えた。これは後海君が初子だったからだな。正妻の子供に後を継がせたかったわけか。ああ。しかし1608年に戦祖が没すると風向きが変わり、幼い栄翔大君ではなく後海君が即位したぜ。権力のパワーバランスが入れ替わったんだわ。そういうことだな。さらに1613年に起きた七所国寺という事件で、栄翔大君の祖父であるキム・ジェナムに疑いがかけられる。彼は市役に処せられ、栄翔大君は姉と共に平民に降格、降下等に流刑にされてしまったんだよ。島流しってやつね。ということはその後。そう。1614年2月10日、極端に温度を上げた温度ル部屋に監禁され、寝ている間に上殺されて9歳の若さで没したんだ。ちなみにオンドルとは、韓国で現在でも使われている床下式の暖房のことだな。そんな日常的な装置で処刑できるもんなのね。続いて紹介するのは圧室だ。圧室は朝鮮時代の政治犯などに執行された刑罰だな。漢字から想像するに、膝を圧迫するに違いないわ。ぶっちゃけほぼ正解だ。具体的なやり方としては、まず砂利を板の上に敷いて上に受刑者をひざまずかせ、再び砂利を注いで膝の周りを固める。さらに上から板をもう一枚乗せると、執行官たちがその上から何度も踏みつけるんだ。すると膝が圧迫され、敷かれた砂利によって締め付けられるって寸法。うらあ。この痛みは生優しいものじゃなかったようで、その証拠に板の間から受刑者の血が湧き出て流れたと伝わっているぜ。それだけでなく砂の代わりに割れた土器や、ガラスのかけらが使われたという話もあるな。が、ガラスって、どうなっちゃうの私の膝。主に反落罪などに関わった罪人が、なかなか自白しない場合の拷問に使われ、効果的に証言を引き出させることができたようだぜ。古く高麗の第25代中列王の代に、罪人をこの刑に処した記録があるようだし、似たような刑罰は朝鮮時代以前にもすでに執行されていたんだろうな。それは歴史ある刑罰だわ。時代によっては施行するための規定も設けられ、例えば1415年には、板に上がって踏む人数を最初は2人に制限。それでも自白しなければ4人、最後には6人で踏むというように、だんだんと苦しみが増すように考えられていたんだよ。なんかお遊びみたいになってて腹立つわね。やられる方はたまったもんじゃないよな。王朝でも残酷な刑罰という認識はあったようで、反落罪、強盗罪、殺人罪などの重罪人以外にはむやみに執行できないよう定められていたんだ。執行されると膝が破壊されて歩けなくなるなど、後遺症が極めて大きかったからだろうな。困難されたらまともに歩けるわけなくない？李氏朝鮮時代に圧室が公式に使われた最後の事例は、英祖即位の翌年である1725年1月のことらしい。英祖が戦王の養母に行く際、ある者がその家の前に飛び出して、大声で陳情を述べたんだ。その者には罰として24回にわたって圧室が執行され、その日のうちに処刑されたぞ。英祖は処刑の後、尋問があまりにも過酷だったと後悔し、大臣に対しても圧室は行わないよう命じたんだよ。はじめからやらなきゃよかったのにねー。続いて紹介するのは試薬だ。試薬とは、毒薬によって自決させられる死罪のことで、対象は王族や高官や側室など、基本的に身分の高いものに限られ、王が毒薬を貸しするという意味でこう呼ばれたぞ。その貸しっていうのは、偉い人から身分の低い人に与えるってことだな。李氏朝鮮では高級官僚に対して試薬の制度があって、
毒薬を仰いで絶命するのは、名誉ある死に方だと考えられていたらしい。そのため無理やり飲まされるのではなく、むしろ王様に感謝の意を表しながら飲む薬だったとも伝わっているぞ。自分を処刑しようっていうのに感謝するわけ？そうなんだよ。でも実は理由があって、毒を仰いで死ぬのは体を傷つけないためなんだ。朝鮮王朝では儒教が国教で、その思想が国土の隅々まで浸透していてな。儒教の最高の徳目は親孝行だと信じられていて、親にもらった体を傷つけるのは、親不孝の最たるものだったんだよ。そのため、身分が高い人たちはなるべく体を傷つけずに死にたがったんだぜ。なるほど、そういうことなのね。価値観は違うけどわからないでもないわ。理由は他にもあって、それは取り調べや裁判によって名誉を傷つけられることが防げて、正式に重罪が宣告されていた場合に課されるはずの、連座も回避できたという点だ。連座って言うと家族とか親族とかを。そう。言ってみれば道連れに処刑されるんだよ。また貴族やその家臣が、一審で責任を取る形で死刑を受けることで、爵位や領国を守ることができたのも大きいな。命より大事なものを守れたってわけね。ちなみに日本では主役のことを武士または武士と言った。そして毒を飲むと顔が歪むことから、その歪んだ顔を武士と呼んだらしい。まさか毒薬から来た言葉だなんて。ちなみに主役で使われた毒薬の種類だが、ヒ素や水銀だったと考えられているんだ。韓国時代劇を見ると、主役を飲まされてその場ですぐに絶命するが、当時の毒はそこまで即効性があったわけじゃなくて、実際には息絶えるまで数時間もかかったんだよ。しかもその間はずっと苦しみが続くため、結構むごい見た目だったようだぜ。飲んだ人の中には5時間から一晩、ずっと死ぬことができずに苦しんだ人もいたっていう、えげつない記録が残っているんだ。うわぁ、想像したくないわ。最後に紹介するのは根性だ。これは太い木の棒で尻を60から100回叩く上刑、そして根性で尻を叩く根刑。この二つを合わせた刑罰の総称だ。上刑と根刑で使われるのは別の器具だが、実際には二つの刑の区別は曖昧だったようだな。要するに尻叩きってやつね。ああ。特に根性は大きいものはとても大きく、柳で作られた人間と同じくらいのサイズのものだった。当然ながらこれで叩かれると、最悪の場合は死に至ったんだぜ。一撃であの世行き間違いないわ。ちなみに男性の場合は基本的に生尻が叩かれるが、女性の場合は一応考慮されていたようだな。そう以前の古代中国では、基本的に男女問わず服を脱がせて叩いたようだが、不備来皇帝の元の時代には、下着を一枚つけた状態での罰となったんだ。意外と気遣いされてるのね。さらにこれが民代になると貫通罪、つまり不倫を除いて、女性は下着を一枚つけた状態で叩くべしと明文化された。そして李氏朝鮮も民の法律を導入したことから、同じような制度になったってわけだな。その頃は裸を晒すのが大恥だったって話だしね。そこへの配慮ってわけだ。具体例としてこんな話が記録されているぞ。1501年の炎山君の時代、3人の姬仙が主演で国王の機嫌を損ね、根性刑を受けることになったんだ。ところがその一人が役人に賄賂を渡し、服の下に毛皮を仕込んで痛みをしのごうとした。しかしその企みがバレ、さらに厳しい罰を与えられたんだよ。服の下に毛皮？それどういうこと？つまり、女性は尻を剥き出しにされないことを利用して厚着したって意味だろうな。ちなみに炎山君は朝鮮史上最大の暴君とされ、3000人の姬仙を囲い、彼女らが化粧をしていなかったり、衣服が汚れていただけでも根性刑に処したそうだぜ。しかし小獣とみたいな王様ね。さて、実はこの制度一つ問題があったんだ。どういうことなの？下着を履くのはいいけれど、実際それでは尻の状況が確認できないし、叩く位置も定かでなくなるよな。そのせいで執行人には不便でしょうがなかったんだよ。そこで生まれたのが濡れ尻という手法で、これは下着に水をかけることで尻に生地を貼り付け、その上で叩くやり方だったんだ。お尻を濡らす？なんか下心を感じないでもないわね。そこはわからないけどな。ちなみに不倫をした罪人の場合は、女性でも尻を丸出しで叩かれてたみたいだぜ。司書によれば、貫通罪は男女二人とも尻を剥き出しで追80回。女性に対しては、もし既婚者であれば10回追加で90回の刑。さらには広場での公開刑罰になったとのことだ。お尻を出してしかも公開って、それが一番残酷だわ。確かにそうかもな。続いては、医療を志したはずが王朝の闇に飲まれ、男たちに奉仕する悲惨な生き方を強要された。医技という職業に就いた少女たちのお話だ。なんか悲惨な感じがプンプンするわね。ああ。女性蔑視が横行する李氏朝鮮前期で、純真な少女たちの夢を残酷にも奪ってしまった、しくじり政策の顛末をご覧いただこう。それでは行くぜ。そもそも医技って何なの？医技は妓女や妓仙と呼ばれる女性の職業の一種だな。妓女は古代中国のサービス業で、宴会で歌や踊りを披露し、
その後参加者の役人たちの夜の相手もする。そういう仕事だ。これが朝鮮王朝においてはキーセンと呼ばれたんだ。水商売の総合職みたいなもんかしら。間違ってはないかもな。そのうちの一部が医技と呼ばれたんだよ。医って字がついてるってことはお医者さん？答えは、そうであってそうでない。どういうことなの？ここはちょっと説明が必要なんだぜ。まずは李氏朝鮮前期の職業医技誕生の経緯を、そもそものところから解説していくとしよう。よろしくお願いするわ。当時、東アジアは父権社会で女性の地位は低く、封建主義思想がはびこっていたせいで、古代の医者のほとんどは男性だったんだ。例えば加賀や孫子爆なんかが有名だな。だけど古代に女医がいなかったわけじゃないぞ。へえ、やっぱりそうなのね。例えば中国の前漢時代には、歴史に残る最初の女医が現れた。彼女の名前は義爵。義爵は子供の頃から頭が良くて注意力が高く、医学に関心を抱く少女だったんだ。薬草が好きで、医療技術についても貪欲だった。村で医者が人々を治療している時は、その様子を必ず見に来ていたらしい。そのうちに医学を学ぶようになり、深い医学知識を得て、優れた技術で村人たちを治療するようになったんだ。そんな立場で医者になろうなんて意識高いわね。その後、漢の武帝が義爵の医学の腕を知り、彼女を宮殿に迎え入れたんだ。そして彼女は女医となり、皇太后を特別に治療するようになったぞ。義爵以来、長い年月の間に奉公、長生上司、創意、順縁、奉仕など、名女医が次々に登場したが、いずれも優れた医療技術を持っていたぜ。洗練された医学の倫理と優れた技術で病気を治し、命を救い、後世の人々から称賛されたんだ。中国にそんなたくさん偉大な女医がいたなんて。さて当時中国の国力は強く、儒教を中心とする文化は東アジア全体に影響したが、その中でも朝鮮での理解はやや偏っていたんだ。どんな風に偏ってたの？朝鮮王朝では儒教の教えを文字通り受け取った結果、女性に対して異常に厳しくなり、父権主義が急激に高まったんだよ。そして、この事実が医技の誕生の原因の一つだと推定されているんだぜ。中国以上に女性が虐げられる結果になったのね。それで、中国の影響と医技に何の関係があったの？いよいよその辺の説明に入るぞ。まず李氏朝鮮前期で儒学を学ぶことは、貴族の特権であり地位の象徴だった。しかし一般庶民は生活に忙しく、漢字を学ぶ機会は愚か、上層を養うために儒教の古典に触れる機会もなかったんだ。庶民は日々の生活で手一杯でしょうしね。一方、朝鮮の貴族たちは苦労して持ち帰った儒教の経典を尊重し、その内容や立場をほぼそのまま受け入れた。例えば娘より息子を優遇する、男女の別を守るなどの悪い部分についても、儒教の重要な教えとして捉え、どんどん広まっていったぜ。クソ真面目にそのまんま受け取ったってわけか。その結果、当時の朝鮮では女性の貞操が過度に重要視されるようになり、李氏朝鮮前期の貴族女性たちは、ほぼ自宅に軟禁されるようになってしまったんだ。そして外出するときは顔をベールで覆い、男性に見せることを禁じられたんだよ。しかももし顔を見られてしまうと、その人としか結婚できなくなってしまったんだぜ。ええ？そんなの下手に外出できないわ。ただ、食事や寝泊まりはいいにしても、病気になった場合はどうすればいいかが問題だよな。確かに。でも病気なら医者にかからないと。ただ、当時は医師のほとんどが男性である一方で、女性への行動制限が厳しくなった結果、女性は男性医師と接触することができなかったんだよ。うわぁ。それじゃ、町医者に連れてったりなんかもできないってこと？裕福な家庭で甘やかされて育った少女を、混雑した診療所に行かせても評判を落とすだけだし、未婚の女性の治療に男性医師を招くのも、同じく不適切だったぜ。それどんな不便な社会よ。だが社会が発展するためには、女性の健康を無視することはできないよな。そこで当時の朝鮮王朝がいろいろ検討した結果、ようやく生まれたのが女医制度だったんだ。マジでようやくね。この制度は、初めに様々な召使いや下僕から選んで教育を行い、終了後に医師として、女性の治療に当たることができるというものだった。へえ、専門学校みたいなもんかしら。王朝は全国的に女性が医学を学ぶのを奨励し始め、候補者として13歳以下の知識に優れた未成年者が集められたぜ。ただし、ある程度の身分の家庭だと医学の勉強は不可能だったんだ。ん？それはどうして？彼らの価値観だと、他人に奉仕すること自体が軽蔑の対象だったからな。そのため、女医の養成には庶民の家の女性たちが集められたんだよ。庶民から女医を養成しようってことになったわけね。この制度の普及によって女性の貞操は守られ、なおかつ健康が十分に管理されるようになったんだ。こうして女性の健康問題は大幅に改善され、医学の普及もさらに進んだんだぜ。一石三鳥ぐらい言ってそうだわ。
ジョイたちは王侯貴族の女性に仕え、一部の貧しい家庭の女性だけが選ばれた。彼女たちは貧しい生活を送ってきたため、ジョイに選ばれるのは大きなチャンスだったんだ。ジョイになることが貧乏生活を抜け出す手段だったし、しかも貴族と接触する機会があるだけでなく、優秀なら出世することだってできたからな。それは狙っといて損なしよね。李氏朝鮮前期では、こうした初期のジョイ制度が社会医学の発展に一定の役割を果たしたんだよ。とはいえ朝鮮王国のジョイたちは、古代中国の著名なジョイたちのように後世から称賛されることはなく、むしろ批判すら受けることになったぞ。なぜならジョイ制度の発展に伴って、ある重大な変化があったからなんだ。重大な変化？ここで登場するのが炎山君という人物だ。炎山君は朝鮮史上よく知られた暴君として、圧政と贅沢を行ったんだが、彼の統治下で、ジョイという職業は修正不可能なほど変化してしまったんだぜ。そこまで言われるって一体何をやっちゃったの？まずは炎山君について少しだけ解説しておこう。朝鮮王朝の第10代国王で、王朝史上稀に見る暴君として恐れられた王様だ。即位当初は貧民救済、書籍の編纂、または女真族など外敵の侵入への対応などの政策を施したぜ。ここまで聞くといい王様じゃない？だよな。だが徐々に悪用が目立ち始めるようになる。例えば3度にわたって後進の粛清事件を引き起こし、たくさんの臣下を亡き者にしたり、朝鮮全土から女性を強制的に連行するなどしたんだ。やっぱりなぁ。後者については、第7代国王の世祖が建てた寺を自分の楽しみのための施設に変え、それに反対する後進を残酷なやり方で処刑するなど、特に彼の悪用として知られているぞ。お寺を欲望を満たす施設に行って、罰当たりすぎるわ。こうした悪用がたたり、宮廷クーデターによって失脚、高架島に島流しにされ王位を剥奪されてしまう。そして残された王子たちはすべて処刑、王女たちは主の身分に落とされてしまったんだ。炎山君も流刑の2ヶ月後に、31歳という若さで亡くなっているんだぜ。激動の人生ね。さて炎山君以降の朝鮮では、ジョイは3種類に分類されるようになったんだ。3種類ってどういうこと？一つ目は女性の治療に専念し、他に仕事の取り決めがないタイプで、彼女たちは比較的幸運な部類だ。二つ目は宮殿に行って人々をもてなすタイプで、美しすぎると注目され、最終的には王の寵愛を受けることもあったぞ。まあ王宮だとよくあることよね。悲惨なのは三つ目。ジョイの中では最も身分が低く、性質は踊り子と同じ。医技の仕事は検診、看護、針などの基本的な医療程度のもので、それ以上のことはできない。その代わり、貴族を喜ばせるための性的奉仕サービスをするなど、医療以外の技術を持っていた女性たちだな。これが意義に当たるんだぜ。現代の医者ならそんなこと想像もできないわ。まあそうだろうな。この種の意義たちは、個人的な楽しみのためにジョイから美しい女性が選ばれ、歌や踊り、さらには夜の技術を学ぶよう命じられ、王のための奉仕が強要されたんだ。宮殿で様々な宴会が開かれるたびに、美しい意義たちが手配され、催し物を行っていたと言われているぜ。にしても医者に手を出すかねって思わんでもないわ。公職で自分勝手な炎山君は、すでに美しい側室が何人もいたがそれだけでは満足できず、宮宮を歩き回って側室の治療をしていたジョイたちが、その毒牙にかかったんだよ。まさに毒牙としか言えんわね。実は経緯として伝わるのはこんな逸話なんだ。もともと炎山君は民衆の中へ遊びに出かけたり、美しい女性がいれば宮殿へ強制的に連れてきたりしていた。そんな彼が、ある時風邪をひいてしまったんだ。宮中の男性医師は全員薬を取りに出かけ、それ以外の人だけが残ったぜ。例えばジョイとか？そういうこと。残ったジョイたちが炎山君の宮殿を訪れ、面会して脈を測ったが、炎山君は自分を治療するジョイたちから目が離せなくなったんだ。その中でも何人かのジョイを特に気に入り、治療中に自分のために歌って踊るよう頼む。さらにジョイたちは酒を飲むように命じられ、最後には炎山君と共に寝るよう告げられたんだぜ。ああ、もう何でもありね。さらに彼は自分が楽しむだけでなく、しばしば王子や大臣にまで、美しいジョイたちを褒美として与えた。こうしてジョイたちは王侯貴族の慰み者となり、医療をしなくなってしまったんだ。貴族の中には酒によってジョイたちを、身分の低いメイドのように扱う者もいて、彼女らは当然慰み者となったんだよ。ジョイさんたちもびっくりしたに違いないわ。こうした強制により、ジョイたちはキーセンのような扱いになってしまった。時間や場所を問わず男たちの欲求を満たすだけでなく、宴会では歌って踊り、大臣たちに付き添って酒を飲んだり一緒に寝る。さらにジョイたちは炎山君の後宮に迎えられ、歌と踊りを学ぶよう命じられ、踊り子の格好をさせられたんだ。もちろん診察もするし、夜の相手もしなければいけなかったんだぜ。やること多すぎるでしょ。さすがに王様も反対されなかったのかしら？
大臣たちは大した反応をしなかったみたいだな。たとえ医療の技術があっても彼らにはキーセンと変わらず、見下すような存在でしかなかったんだろう。哀れな話だわ。しかも、彼女たちは貧しい家庭出身だから助けを求めるあてもなく、この結果を黙って受け入れるしかなかった。塩山君の好みは役人たちに当然知られていたから、王様を喜ばせるために、役人たちは女医を人格や知性ではなく、美しさや男性に奉仕するかどうかを優先して、選別し始めたんだぜ。完全に本末転倒だし、女医はもはや貧しい家庭の少女の模範ではなく、宮殿内で自由に遊びを唱えるだけ。宮殿の外でも蔑まれ、売春婦と変わらない存在として噂されたんだ。とんだ医療崩壊もあったもんだわ。塩山君が誕生日を迎えると、宮殿内で誕生日を祝う晩餐会が開かれ、異議を含む紀1070人が集まったと言われるぞ。異議たちは歌や踊りを披露し、宴会に同伴させられる。しかも宴会後7日間は様々な官僚のもとへ赴いて、奉仕しないといけなかったんだよ。もう全くの別物になっちゃったのね。ところで韓国ドラマのチャングムの誓いで、主人公のチャングムは女医じゃなかった？ああ。チャングムは実在した女医で、塩山君の次の王、中宗の時代の人物だな。じゃあほとんど同時代になるわね。そうなるな。ということはチャングムも異議だったりして？いや、さすがにそれはないだろう。さっきも触れたように、何も全ての女医が異議だったわけじゃないからな。それにチャングムは、亡くなる間際の中宗を治療した記録が残っているし、女医の中でも上の立場だったと考えていいだろう。そうなのね。ちょっと安心したわ。さて、とはいえ塩山君が王位を奪われた後も異議の制度が続いたのは間違いないようだ。高大の王はこの制度を正式に廃止せず、異議たちは悲劇的な運命を受け入れたらしい。その後の王たちは、さすがに大臣に異議が同行して一緒に楽しむことを許可しなくなったが、彼女たちの地位はあまり変わらなかったようだぜ。中国では女医も尊敬されてたっていうのにね。しかも表面的には同行する必要はなくなったが、この流れは変えることはできず、大臣たちは権力を使って異議に服従を敷いていたんだ。抵抗する力もない彼女たちは、ただ黙って耐えることしかできなかったんだよ。もう呆れるしかないわ。こうして塩山君の時代以降、女医の一部から異議が生まれ、医師としての責任は徐々に弱まって、男性医師にとって代わられるか、ただの売春婦となってしまったってわけだな。塩山君のとんでもない置き土産ね。女医は人々から尊敬されなくなり、女性の治療すら人々から認められず、排斥され、屈辱を受け、尊厳を失い、社会で最も卑しい存在とまで呼ばれるようになった。そこまで言う？こうして異議は塩山君の悪用の代名詞となり、朝鮮王朝では異議の存在が、王朝の衰退の原因の一つとまで言われたんだ。人々は異議を憎んだが、すべての原因である塩山君のことは、決して非難しなかったようだぞ。そりゃ王様に批判なんかしたらあの世行きだから。異議は歴代の王権下でも受け継がれ、400年以上にわたって維持されたんだ。過去400年にわたって、数えきれないほどの罪のない少女たちが、呪われた制度で悲惨な暮らしを送ってきたんだぜ。成仏してほしいわね。異議制度を終わらせたのは実は日本で、進駐した日本軍によって完全に廃止されたようだな。当時日本は朝鮮の制度を軽蔑していて、銃で脅すまでしてこの制度を弾圧したんだ。こうして、闇の制度はこの世から消え去ったってわけだぜ。結局そんな時代まで続いていたことになるのね。一人の暴君によって始まった制度だったが、なんやかんや宮廷の人には都合が良かったのかもな。ひどい話もあったもんだわ。さて、お次は新三代、朝鮮王朝の悪女を紹介するぜ。朝鮮王朝の三大悪女？それって、チャンノクス、チョンナンジョン、チャンヒビンの三人じゃない？さすが、韓流ドラマにハマって、寝る時以外はずっと見まくってただけのことはあるな。なんだったら私が解説してあげてもいいぐらい、そこそこ知ってるわよ。それだけこの三人は、韓流ドラマでよく登場してくるってことだな。でも、今回紹介するのはその三人じゃないぜ。え、そうなの？韓国には他にも悪女がいたの？むしろさっき霊夢が挙げた三人より悪女度は高い。それじゃ、やっぱり悲惨な末路を迎えたの？そういうことだ。新三代、朝鮮王国の悪女がどんな悪行を行い、どんな悲惨な末路を辿ったかを紹介していくぜ。よろしくお願いします。新三代、残虐すぎた朝鮮王朝の悪女子、一人目はペクインチョ氏を紹介しよう。ペクインチョ氏？どこからが名前なの？クインっていうのは、朝鮮王朝の王妃の階級だ。ペクインはクインを廃されたという意味で、女子はチョという名の一族出身の女性を指している。本当の名前は伝わっていないの？韓流ドラマ花たちの戦いの中では、ヤムジョンという名前だった。ちなみにヤムジョンっていうのは、おとなしいや、おしとやかって意味だ。ねえ、マリサ。一夫多妻制の国の高級だと、正室以下の側室たちは身分とか、王様からの愛され度とかによって階級があるよね。
朝鮮王朝でクイーンって言うと、どのくらいのランクだったの？朝鮮王朝では、皇宮のことをネミョンブと言うんだ。そこで一番偉いのが、王の正室である王妃で次が品。朝鮮の三大悪女の一人、チャンヒビンは品の地位だな。品は側室の最高位なんだが、どれだけ王様から愛されていても、王との間に男の子を産まないと、基本的には品にはなれない。なるほど。チャンヒビンは皇宮の中でも、王妃の次に偉い身分だったのね。基本的に王妃になれるのは、王族の血を引いている女性だけだから、王族の血を引いていない女性が得られる最高の身分が品なんだ。で、その次のランクがクイーンだぜ。ってことは、ペクイン女子は、側室の中でも上から2番目の身分ってことね。ペクイン女子はどうやってそこまで上り詰めたの？王様の愛情だけで上り詰めたんなら、悪女だなんて言われないはずよ。相当、えぐい手を使ったんじゃないの？そうなんだ。じゃあ、まずは高級に入ったペクイン女子が、どうやって上り詰めたか説明しよう。ペクイン女子が女官として李王朝16代目の王、院女の高級に入ったのは1630年のことだ。生年月日が不明だから、その時何歳だったのかはわからないが、12、3歳で男性経験の有無を見極める儀式があることを考えると、少なくともそれよりは下の年齢で王宮に入ったはずだ。小学校高学年から中学生ぐらいの年齢ね。後に王から寵愛を受けることになるから、それなりに美しい少女だったんだろう。それで、王様に見染められたわけね。美少女だったってだけじゃなくて、ペクイン女子の父親が王妃の親族に賄賂を送って、そのコネで王宮に入ったから、王妃の後ろ盾もあっただろう。もちろん、立ち居振る舞いとか体つきとか、何かしら男を引きつける魅力もあったんだろうな。時期ははっきりしないが、王妃の生存中に祝宴に昇格し側室となる。こっから成り上がっていくのね。その後、ペクイン女子の後ろ盾となっていた王妃が亡くなってしまっても、すでに院女はペクイン女子に夢中で、甘やかし放題になっていたから全く問題なかった。それで、どんどん出世してクイーンになるのね。その間、自分が院女の愛情を独占するために他の側室を院女に近づかせなかった。さらに、院女に悪口を吹き込んだり、自分よりも高い身分の側室が院女の子供を身ごもれば、毒を食べさせてお腹の中の子を殺そうとしたりした。愛情を失ったら何もかも失ってしまうんだから、それぐらい必死になってしまうのかな。他にはどんな悪用を重ねたの？院女の後継者である正子を暗殺、その妻に濡れ衣を着せて罪人に仕立て上げ、最終的に死に追いやっている。濡れ衣？どんな濡れ衣を着せたの？院女を毒殺しようとした、という罪をでっち上げたんだ。どうしてそんなことしたの？後継者が亡くなったんだから、その妻が生きていたとしても、ペクイン女子には何も実害ないじゃない？ペクイン女子は自分が嫌いな人を、とにかくこの世から消し去りたい人だったんだろうな。後継者夫婦を死に追いやった後は、自分よりも身分が高い王妃と元王であるロジュン、それから王妃の命が目障りになってきた。どうして王妃の命が目障りになったの？自分の息子の嫁だったからだ。そんな理由で命を奪おうとしたの？どうやって？呪詛だ。そんなオカルトな方法で？現代ならまだしも、時代が時代だ。呪いで人の寿命を断ち切ることができるって、本気で考えていても不思議はないぜ。そうなると、呪詛って暗殺者を差し向けた、ぐらいの重罪になるわね。しかも、今の王様まで呪詛したってなるとこれは反逆罪って言われても仕方ないわ。そうだろ。それで、ペクイン女子の呪詛が明るみに出てしまった。そしてペクイン女子は、死を申し渡されるんだ。死？死を賜るって言うと、死刑ってこと？韓国ドラマを見てたなら見たことあるだろ？綺麗な着物を脱がされて、髪飾りも全部取られて、真っ白な下着姿になってむしろの上に座らされて、白い器に入った、茶色の液体を飲むという処刑方法だ。うん、見たことある。あの液体が毒ってのはわかるんだけど、何が入ってるんだろうってずっと疑問なのよ。死の時に飲むあの液体には、ヒ素とトリカブト、それから水銀が入ってるらしい。韓流ドラマだと、あれを飲むとすぐに血を吐いて死んじゃうから、なんて恐ろしい薬だって思ってたわ。まあ、実際はそんな即効性はなく、数時間苦しむのが当たり前で、中には一晩中も悶々と苦しんだ人もいたそうだ。じゃあ、ペクイン女子も、長く苦しみ抜いて亡くなったのかな。罪のない人に言われのない罪をかぶせて、死に至らしめたんだから自業自得だと思う。だが、クイーンという身分を剥奪されても、亡き夫の意地であるロジュンが、ちゃんと妃として弔ってあげなさいって優しさを見せてお墓に入れてもらえた。それに、ペクイン女子の産んだ子供たちの命までは奪われていないんだ。子供に罪はないものね。さて、新三代残虐すぎた朝鮮王朝の悪女子、二人目はムンジュンワンフを紹介しよう。ワンフってことは、王様の妻の中で一番偉い立場じゃない？ラスボス感あるわね。このムンジュンワンフは、いろいろな韓流ドラマに登場しているから、知っている人も多いと思うぞ。
そうね。でも、悪女ってイメージがあんまりピンとこないのよ。それは史実を知らずに、韓流ドラマの登場人物としての描かれ方に左右されがちだからだ。確かにそうかも。私が最初に韓流ドラマにハマった、宮廷女官チャングムでは、怖いところもあったけど、悪女だなんて呼ばれる要素はなかったのよね。まあ、韓流ドラマに出てくる悪女って、目つきとか口角の曲げ方が独特だし、わかりやすく強欲で意地悪だからな。それプラス、悪女って男をたぶらかせる魅力があるでしょ？大抵、若くて美人さんなのよ。でも、ムンジュンワンフって美貌で王様を惑わせるってイメージがないの。冷静で、頭が良くて品がいい女性ってイメージなのよ。それじゃ、これから霊夢のそのイメージを覆すようなエピソードをバンバン紹介するぜ。まずは、彼女のプロフィールから紹介していこう。ムンジュンワンフは17歳で李氏朝鮮11代国王のチョンジュンの3番目の妻として宮廷に入った。結構な年齢差だったんじゃない？大体30歳差だな。47歳のおじさんに17歳の新妻ね。これはもう溺愛しちゃうのも無理ないわ。王妃として宮廷に入ったってことは、王族の血が流れてるの？ものすごく遠い親戚に王族がいたっていう血筋で、ムンジュンワンフは、2番目の王妃の親戚だった。そんなのありなの？薄くても、ないわけじゃないからありなんだよ。2番目の王妃の後添えとして宮廷に入ったから、その務めを引き継がなければならない立場だった。王妃の務めって何をやらなきゃいけなかったの？前王妃の息子である正氏を、立派な王になるようにしっかりと育てることだ。と言っても、正氏、後の胤順は、ムンジュンワンフと2歳しか変わらないんだけどな。息子っていうより弟みたいね。17歳で国の母となったムンジュンワンフは、自分に課せられた務めを果たそうとした。正氏としっかり信頼関係を築いておけば、自分の夫であるチョンジュンが亡くなっても、安心して生きていけるからな。つまり、将来の頑丈な後ろ盾になってもらうために、しっかり教育しようと思ったのね。でも、ムンジュンワンフに男の子が生まれると、その熱意はかき消えた。代わりに自分の産んだ息子を王座に据えたい、という熱意に突き動かされるようになる。なるほど。男の子を産んで、ムンジュンワンフの中の悪女が目覚めてしまったのね。ムンジュンワンフはどんな手を使っても、生死を亡き者にしようと企てた。火事を起こして焼き殺そうとしたこともある。母は強しって言うけど、それじゃ母は壊しだわ。自分の5歳があの手この手を使って、前妻の息子の命を奪おうとしているのに、それを罰することも咎めることもしなかった。チョンジュンもどうかと思うぜ。それで結局、生死はどうなったの？王座に着いた後、ムンジュンワンフに毒殺されたっていう話もある。やっぱり、手を下したのね。それで念願通り自分の息子が王座に着いたんだから、万世じゃない。悲惨な末路を迎える要素なんて全くないわよ。霊夢、悲惨な末路っていうのは、ただ無謀最後を迎えるっていうだけの意味じゃない。どういう意味？ムンジュンワンフの野望は、自分の息子を王座に据えること。でも、その野望が叶うと、今度は幼い息子の代わりに政権を握る立場になった。そして、ムンジュンワンフは、権力の亡者となり果ててしまう。何をやらかしたの？自分の好き勝手に政治を行い、敵対する勢力を、なぎ払うように粛清しまくった。国のトップがそんなんだと、国中めちゃくちゃになったんじゃないの？そうなんだ。ちなみに、ムンジュンワンフの実の弟は、ユンゴニョンと言って、さっき霊夢が言ってた朝鮮の三大悪女の一人、ジョンナンジュンの夫だ。そうなの？そこに繋がるのね。ってことは、凶作なんかで民が困ってるのに、私腹を肥やしたりしたのね。早く寿命が尽きればいいのにと国中の民から恨まれ、あんまり息子の頭を押さえつけるもんだから、息子は優柔不断で頼りなかった。ムンジュンワンフが亡くなってからわずか2年後に、前王を殺めてまで王座に据えた、息子のミョンジュンも亡くなってしまう。さらに、ムンジュンワンフの手先として、映画を欲しいままにしていた弟も、失脚した後自ら命を絶った。ミョンジュンには後継ぎがいなかったから、ムンジュンワンフの血脈はこの時点で断絶。国母になった意味なかったわね。ムンジュンワンフは祖国を豊かにしようともせず、むしろ国を弱体化させた。その上、民からも死を望まれるほど憎まれるという、悲惨な人生となったわけだな。生きた証が祖国の黒歴史になってしまうなんて、本当に哀れな末路だわ。さて、新三代、残虐すぎた朝鮮王朝の悪女子、三人目は、ミンビを紹介しよう。あれ？随分、短い名前なのね。その人も、朝鮮の王様の妃だった人？そうだ。李氏朝鮮第26代国王コジュンの妃で、ミョンソンファンフと称されることもある。時代的には、日本が明治時代に入ってすぐの時期で、近代国家の一員となるべく国力を伸ばしていた頃だ。ということは、外交といろいろ大変な時期じゃない。そうだな。民美が宮廷に入ったのは、まさにそんな時期だった。なんか、ややこしくなりそう。そうなんだ。だから、今回は政治的な背景はさておき、
ミンビがどれだけとんでもない悪女だったかっていうエピソードを5つバババッと紹介していくぜ。時代背景が気になる人は Google 先生に聞いてみてね。それじゃあ、1つ目をお願いします。自分が産んだ男子が病死したのを、女官たちが呪ったからだと因縁をつけて、杖で叩くという罰を与えた。うん、悪女のテンプレ、なすりつけね。2つ目は、古順の子を産んだ救助に残酷な拷問をし、瀕死の状態で宮廷から追い出した。わざわざ痛めつけてから放り出すあたりが悪女だわ。それじゃあ、三つ目は？自分がハマった占いに大金をつぎ込み、役人の給料すら払えないほど国のお金を使い込んだ。国のお金を使って何してるのかしら？当時の民衆の生活はボロボロだったんでしょうね。続いて四つ目は、クーデターが起きて逃げていた最中、そこの村の女性たちが、民美の悪口を言っているのを聞いた。そのクーデターが収束して宮廷に帰ってきた後、その村を殲滅させた。自分の悪口を言う村なんて、最初から存在しなかったことにしたのね。じゃあ、五つ目は？民美が持病の婦人科の病気で苦しんでいた時、よく効く薬を処方した医者がいた。その薬が効いている時は医者を重用したが、薬が効かなくなった途端に、その医者に毒を持って命を奪ったんだ。何それ、理不尽すぎるわ。ちなみに今挙げた五つは、政治には関係のないことだけだぜ。政治的な悪用だともっとえぐいの？そうだ。例えば、クーデターを起こした犯人を亡命先まで追わせて暗殺とかだな。資格を送って暗殺？血の果てまで追いかける執念が怖すぎる。民美の悪女っぷりはダントツね。それで、彼女はどんな末路を迎えたの？これは諸説あって、内乱に巻き込まれて暗殺されたとされてるぜ。暗殺？この事件には様々な首謀者が挙げられるが、決定的な証拠はないのではっきりしたことはわからないんだ。何か訳ありみたいね。ただ、数々の残虐な行為をしてきた悪女の最後が、暗殺による無残な最後ってのも儚いものだわ。そうだな。